東京パラリンピックの開会式が24日、東京国立競技場で開かれた。冒頭は100人によるダンス。タレントの春菜愛が登場した。開会式の舞台はカラ、エアポートという飛行場がモチーフ。春菜は公募で選ばれたキャストの一人。青い衣装でダンスした。274発の花火とともにオープニングを盛り上げた。 NHK の中継でも大栄誌になり、ネットはびっくり。いえ、めっちゃホリデーの直前の顔してた春菜愛で始まる開会式を誰が想像したか。めっちゃ可愛かった、びっくりした、まさかの春菜愛でスタートという声が上がった。